どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回も大紹介やっていきたいと思います。さあ本日はですね、久しぶりにですね、先行クソゲーをですねお見舞いしていこうかなと思っておりまして、デッキ名がこちら、お邪魔キングガチでこちらです。今日ですね、久しぶりに先行でお邪魔キング、まあ、もしくはまあお邪魔ナイトあたりを立てて、お邪魔するフライングボディアタックを決めていくっていうね、そういうデッキになっております。新パックで何が強化されたかっていうと、この予想外っていうね、この展開札が通常モンスターサポートですね、バニラサポート、これ自分フィールド上にモンスターが存在しなければデッキからレベル4以下の、バニラモンスターを特殊召喚できるということで、特殊召喚するのはこの辺です。オジャブラックとか、あとグリーンとかイエローとか、この辺のそのメタボリックガイを、メタボリックガイを特殊召喚する。でその特殊召喚した、カードに馬の骨の対価してドローソースとしていくみたいな動きがすごい強くて、馬の骨、予想外出す、で馬の骨でこいつリリースして2ドローで、お邪魔カントリーのこのスキルはね、お邪魔カントリー発動するんですけど、お邪魔カントリーの効果で手札からお邪魔切って、捨てたリリースしたお邪魔蘇生させて、で、沼地のマシンをあたりでこう融合サーチしたり、まあ、こいつ自身も素材になれるんで、この辺で融合して、もちろん魔の試着部屋っていうね、最強の展開札もあるんですけど、これデッキトップ4枚めくってレベル3以下のバニラモンスターを特殊召喚するっていう最強のカードですわ。この辺を、特殊召喚ギミックを活用してなんとか先行で立てると。まあ高校とかを見てそのブラックコアとか、いろいろ入れた方が、まあ、多分普通に戦えると思うんですけども、ちょっとねやっぱね先行でお邪魔キングを立てることは難しいんですよ。そういう札入れると邪魔だから、今回は先行でちゃんと正規融合したお邪魔キングを立てるっていうね、いうことをしたくて、どうしても。なので今回こういうデッキになっております。まあやっぱりね、このお邪魔カントリーがすごい強いんですわ。このスキルでこの発動できる、これがね、手札からお邪魔捨てると、そのお邪魔キング破壊されても別に戻ってくれるんで、なかなかの耐久力を誇ると。で狡猾とかいろいろありますんで、基本的にはお邪魔キングのみ立ててお邪魔する、フライングボディアタックをしていくっていうね、そういうデッキでございます。クソゲームを見ましていくぞ。本日も予想が実装記念だ。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、クロノスでメディチ教授ですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。まずは圧縮、沼地のマシン用の効果と融合を手段に加えるぜ。そして緑からドロー、緑をドロー、おれ緑ドロー、オッケー。なるほど。お邪魔カントリー効果と、メタボリックガイを捨てて、お邪魔グリーンを蘇生。そしてさあ分回すで、頼む馬の骨の体が効果と、グリーンをリリースし2ドロー。なるほど。予想外効果と、あ、わっ、来た、これですよ皆さん、これが新お邪魔デッキのソリティアだ。いけ融合効果発動。お邪魔キングだ。のちのち新要素、お邪魔イエロー、そしてメタボリックガイを墓地送って、メタボリックキングを特殊召喚、融合召喚、現れろ、おいでませお邪魔キング様。そして相手のフィールドのモンスターゾーンを3箇所押さえていく、よろしいぞ。そしてターンエンドだ。さあクロノス教授、どうする？モンスターゾーンがつかなかったら地獄だろう。デュエルリンクスはな、お邪魔キングが最強カードなんだよ。ダイレクトお邪魔するボディアタック、なんだっけ、ちょっと必殺技名調べよう。さっき調べたんだけど、お邪魔するフライングボディアタックだ。なるほど、ドロー。効果差としてな、オッケー、いいだろう。バトルフェイズ、お邪魔するフライングボディアタック、ドリックルボール、あがくな、なかなか。ただ今のところお前そのデッキ何デッキか分かんねえぞ。それ何デッキ、一体全体それは一体何デッキか分からんが、いけ、攻撃表示だ。
バトルフェイズにこのまま移行する。いけ、お邪魔する、フライングボディアタック。強っ、感情的だこれ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、エルカイザーリョウ君、よろしくお願いします。デュエル3倍。なるほど。まず黄色キレンジャー召喚、そしてキレンジャーをリリースし、今の本領大会効果2をイエローをリリースして、おー、なるほど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 、リュウチお邪魔カントリーの効果、メタボリック回を押せでお邪魔イエローを特殊召喚、そしてデュータから融合効果発動。これは3体のモンスターの魂を生贄に、エクストラデッキから現れいでよ、おいでませメタボリックキング様、特殊召喚。そしてフィールドのモンスターゾーンを3箇所指定し使用不能にしていく。ターンエンドだ。勝ったな、完全に勝った。クソゲーすぎる、マジでクソゲーすぎる、マジでクソゲー。で効果ケアのために絶対にモンスターを2体出さないと決めてるんで、バトルでここでダイレクトお邪魔するアタック、ターンエンド。絶対に降格と分断ケアでひたすらこの3000打点で殴り続けるっていうねことをした方がいいっていうのがあったんで、2体出すロードロンないから、ドロー。さあ基礎のライフポイントアップ戦、バトルメイズお邪魔するフライングボディアタック、かっこただののしかかり、あ2射1どうぞ。なるほど、バンバイアでしたね。なるほどですね、まあデッキが分かっていることは勝つときにデッキが分かんないことがありますからね。ただ一言、大変申し訳ございませんでした。さあお相手の方、ハーゲーじゃないですか、よろしくお願いします。デュエル3倍、お邪魔しの故郷だ、行くぞ。まずは効果発動、沼地のマシン用の効果で融合も絶対に加わるぜ。そしてメタボリックガイを通常召喚、そして沼の骨の体格効果発動、メタボリックガイをリリースし、スドローだ。なるほど、いいだろう。ここで、まあ、でもかぶってんのか。で馬の骨ちゃんが、魔の試着部屋効果発動。さあデッキトップ4枚めくり、通常モンスターを特殊召喚していく。2枚、これ微妙やな。黄色何してんだよキレンジャー、ちょっとだいぶかぶってんな。お邪魔カウントに行こうか。お邪魔グリーンしててメタボリックガイも特殊召喚、これが見せたいだけ、この盤面が見せたいだけ。そして融合召喚、フィールド上のお邪魔ブラックとお邪魔ブラックを融合して、いけ邪魔クロス、邪魔ナイトとは。そして、フィールド上のモンスターゾーンを2箇所封じていく。でターンエンドだ。一応ね、その2箇所封じられれば意外と強いっていうのもありますから、ね、そしてお邪魔ナイトはやられてもやられてもひたすら戻ってきますから、お邪魔がいれば。いや今普通にマジでお邪魔ブラック、おなんだこのデッキ、普通になんかやる必要なかったっていうね、全然お邪魔ブラック出す必要ねっていう3体もちょっとなんか面白かったからやったけど。なるほど。試着部屋かな、試着部屋する。で黄色、緑、黄色、すげえんのすげえんじゃん黄色、さっき来いよ。でここで、ね、お邪魔イエローが出てくる、そしてお邪魔イエローが出てくる、あーあと墓地行っちゃうんだ、へー。で馬の骨の体が効果発動、イエローを墓地送って、そしていいよ、オッケーいいよいいよ。で効果発動、融合を手段に持ってくるぜ。いや、やべえ、しかも待ってデッキなくなる3ターンでデッキちょっとなくなる、やばい。融合召喚、俺はお邪魔イエローの魂とお邪魔グリーンの魂を生贄に捧げて現れろ、お邪魔クロス来い、お邪魔ナイト、そしてこれ疑似お邪魔キング、
で、ここを指定していく。よし、いいぞ。いいぞ。カーディアン、何やるな。それはなかなかやるな。なるほど。そいつか。はいはい。オッケー。しゃあないな。まあでも、反転召喚すれば確か、もう一回封じれるから、バトルフェイズ。で、とりあえず、お邪魔、ナイトレイ。ダイレクト、アタック。ハルキニア、なるほど。ハルキケニア、なるほど。1250にしてくる。で、あれ出さないの、あれは、カナディアは。まあでも出してもいいねえか、あんまり。意味はあるか、別に。なるほどね。あれですね。トラップバージェストは、連動バージェストもデッキですね。なるほどですね。意外と確かにこれトラップカードが多めってのは結構うるさいな。で、やべえ、ちょっとデッキ掘りついたわ。デッキ掘りついて、狡猾、あ、マジだね。反転召喚。来い、お邪魔ナイト。そして、お邪魔ナイトの効果を発動。フィード上のモンスターゾーンは抑える。これで疑似お邪魔キング、そうバトルフェイズだ。お邪魔しないとビーム頼む、通ってく、なにな、に嘘だろ。嘘だろう、嘘だろう。え、嘘だろう。おい、いなくなったぞ、俺様のお邪魔ライトが。